初日11レース走ります、96期秋田の森沢太選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。地元地区の G1 ということで、ここに向けて何か特別なこととかされてきましたでしょうか？そうですね、2ヶ月、休みなくて、飽きましたし、ダービーっていうことだけでも、テンション上がってますけど、さらに地元地区ということで、はい、しっかりここに向けて、いい走りができるように挑戦してきました。この斡旋がなかった2ヶ月というのはどういったことを重点的にやったとか、そういったことはありますでしょうか？そうですね、去年のダービーで落車してから、数値的な、ワット数的なものがちょっと落ちていてたので、それをこう戻せるように、ウエイトとかを中心にやってきました。初日は北日本だと新山選手、あと和田選手と、一緒になりますけども、並びなどはもう決まりましたでしょうか？はい、僕は新山君の番手で、はい、頑張りたいなと思ってます。はい、2年前のいわきでのダービー、短期で走られたと思うんですけども、あのレースについては何か思い出とかありますか？慎太郎さんとバチバチゴール前直線争ったと思うんですけども。はい、そうですね、やっぱり、慎太郎さんの技術とか脚力をすごく感じたし、まだまだ慎太郎さんの域には達してないなっていうのを痛感して、はい、そこから慎太郎さんに追いつけるように、はい、頑張ってやってるんですけど、離されてもいいと思います。今回はできれば北日本でラインを組んで決勝を走れればっていう感じですかね？そうですね、はい、慎太郎さんと恭平君を中心に北日本みんなで盛り上げて、いければなと思ってます。では最後に今回その意気込みとファンの方へ一言よろしくお願いいたします。はい、北日本で行われる、G1 ですので、みんなで盛り上げていけるように、北日本精一杯頑張ります。応援してください。